収穫する農業用ロボット温室内の農業用ロボット種まきする農業用ロボット農業用ロボットは農業に従事するロボットのことを指す1970年代に産業用ロボットが普及し始めた当時からすでに農業用ロボットの概念は存在したが企画化された部品を扱う産業用ロボットとは異なり多種多様な作物を扱う農業用ロボットは当時は まだ屋外での使用にはハードルが高すぎて実用化の目処が立たなかった。その後、1980年代に入り、マイクロコンピュータの性能がムーアの法則にのっとり指数関数的に向上することで画像処理能力の向上が進み実現への道筋が見え始めたものの、1990年代以降、遠隔操作式の無線操縦ヘリコプターの導入は進んだものの、 自立型のロボットの導入は、父として進んでいなかった。近年では、深層学習によるパターンの識別などで性能が向上して、作物の病気の判別や収穫時期に適した果実の、収穫や高精度衛生測位や無人航空機との連携などで徐々に実用化されつつある。以前は、植物工場のように厳格に環境が管理された、屋内での使用に限定されていたが、 近年では、屋外の露地栽培への適用も進みつつある。農業は介護と並び、自動化の普及の余地のある分野の一つであり、少子高齢化により、農業への従事者が減りつつある中、人材不足を補うための切り札としても期待される。2020年までに、農業ロボットの市場の規模は163億ドルに達すると予想される。ありがとうございます。